受診してもらったその日にまずは、診断を全部つけたいですね。当院では基本的に受診したその日に、必要であれば MRI を取ることもありますし、エコーっていう検査は、最近よくやられてますけど、うちでも対応してます。なので、実際は受診したその日に診断がもうついちゃうことが多いです。例えば骨折でも手術が必要であれば手術を勧めさせてもらって自分でやりますし、絶対これは手術しない方がいいって思う疾患であれば、それはもちろん内服治療とかを積極的に進めてます。その患者さんが、何に対してその困ってるのかっていうのをちゃんと理解した上で、その患者さんのニーズに合わせて治療していくってことが一番重要だと思います。なんか病院に来てなんか残念に思ってほしくないですよね。なんかここに来ていわゆるリハビリもそうですけど、治療を受けて良かったなと思ってもらえることが一番重要かなと思ってまして、例えば話を聞いてもらえなかったりとか、しっかり見てもらえなくて、例えばマッサージだけで終わっちゃったとかいうわけじゃなくて、なんかここがこういうふうに悪くなって、それがこういうことしていくと良くなるよとか、あとその場でもやっぱ良くなったっていう実感を持ってなるべく帰ってもらいたいなっていうのを、いつも心がけてですね、やるようにはしてますね。整形外科に来られる患者さんはやっぱ機能が失われてたりとか、元々の機能より悪くなってるっていう状態で来ます。でその状態を可能な限り100点まで持っていくってことを、目標にするわけですけども、僕らがやってることっていうのは診断と、その治療導入であり、あとのほとんどのところっていうのは実際はリハビリのスタッフが、担ってます。なので一番重要なことは、手術するとか、しないとか、そういうことも重要ですけど、まず的確な診断をつけてちゃんと治療導入をしてあげて、あと最終的にはリハビリをして元の 100% の状態まで近づけるということが一番重要だと思います。